はい、こんにちは。タクシー転職サイトプロタクの藤野です。このチャンネルでは普段新人のタクシードライバーの方やタクシー業界に興味を持っていただいている方にお役に立てるような情報を配信しております。今回のテーマが道の覚え方の落とし穴についてお話をいたします。貴重なお時間いただきますが最後までご視聴お願いいたします。ではですね、今回のテーマが道の覚え方の落とし穴という話をいたします。タクシードライバーという仕事、新人さんはですね、道を当然、覚えなきゃいけないと。で、この道を覚えていく過程においてお客様に教えていただきながら覚えてくださいっていうのが業界の定説になってます。で、タクシー業界をまだ未経験の方とか、それこそ全然タクシードライバーという仕事全く興味がないという方からすると、いやお金をもらってんのにお客様から道を教えてください、それおかしいんじゃないのっていうふうに感じる方もおられるかもしれません。あるいはそういった道に関してはもう徹底して会社で乗務を開始する前に研修をするべきだろうというふうに感じる方もおられると思います。ただこれ、やってる会社さんももちろんあるんですけども、ただ事実かなり現実離れしてる話になってしまうんですよね。どういうことかと申しますと、このタクシーの特性に関係をしてしまいます。タクシーというのはですね、もう本当にドアツードアでお客様がご乗車になりたい場所からタクシーにご利用になれるという部分があります。だからどこからでもタクシーが使えるから、道の行き方とかを覚えるにしても本当に通り一本違うだけでやっぱ行き方が違ったりとかしてしまいますし、それこそね、時間帯によっても同じ場所から同じ目的地でもルートが変わったりとかっていうのがあるんだよね。なのでこの部分を一つ一つ研修で教えていこうとかっていう風になると、もう下手すると1年とか、それぐらいかかっても過言ではないという部分なんですね。変な話、どこまでの範囲を覚えるかっていう、話にもなってくるんですけども、でもね、やっぱりそれ相当の時間がかかってしまうという部分があるので、このタクシー業界に関してはだいぶ改善はされてきましたが、基本的には道はどういうふうに覚えるかというと、やはりお客様に教えていただきながら実践でご自身で学んでいただくっていうのが、この業界の定説になってます。そんなことも踏まえまして、今回お伝えしたいのが道の覚え方の落とし穴なんです。じゃあその落とし穴とは何かと申しますと、お客様の指示で教えていただいた道に関して、これはその場ではその通り進行するんですが、そのまま鵜呑みしないでください。どういうことかと申しますと、帰ってきた時に先輩ドライバーとか、あるいは会社の管理者さんに A 地点から B 地点までこのように進行しました、この行き方で合ってるかどうかっていうのをですね、必ず確認をした方がいいと思います。なぜかと申しますと、先ほどもお伝えした通り、このタクシーという仕事、 A 地点から B 地点、人によって行き方が異なるということもありますし、場合によっては時間帯によっても異なるというケースがあります。ちょっと一例をご紹介をさせていただくと、港区のこの芝浦にですね、芝浦アイランドという場所があります。ここはね、タワーマンションがすごく乱立をしているので、1日を通して比較的お客様にご乗車になっていただくのが可能性が高いエリアなんですね。で、このエリアから、六本木方面にお客様をお送りすることよくあります。六本木ね、オフィスもたくさんありますし、あとはその繁華街もあるという部分もあって、芝浦から六本木までお客様をお送りするっていうケースがあるんですね。で、この芝浦界隈から六本木って言われた時にですね、通常ですと札の辻っていうのを経由して三田通りっていうのを進行するんですが、ただ朝の通勤時間帯になると札の辻という信号を先頭にものすごく渋滞をするんですね。なので、これ全ての方ではないんですが、人によってはですね、東京港口っていうのを経由をしまして、芝四丁目の交差点の方から日比谷通り、あるいは桜田通りの方に抜けていくっていうルートがあります。詳しくは今ご覧になっていただいている画像を参考にしていただければと思います。はい、このようにして時間帯によっては同じ目的地でもね、行き方が異なってしまうんです。なので今の例で言うと、例えばじゃあ新人さんが芝浦でお客様ご乗車になっていただきましたと。で、ちょうどそのね、初めてご乗車になっていただいたのが朝の通勤ラッシュで東京港口を経由して六本木にお送りしたと。で、その方はですね、真面目に地図を確認して、なるほど、このように六本木方向に行くんだっていうのを確認をしたと。で、その方にとってはじゃあ芝浦から六本木の行き方はこれがスタンダードなんだなって思ってしまうと、この方にとってはその札の辻経由を知らないわけですよ。
これしかないと思ってしまって、じゃ全然違う普段の辻界隈が混んでないような時間帯にお客様ご乗車になっていただいて、どちらまでお送りしますか、六本木までって言われて、お任せでって言われて、あ、はいお任せですね、かしこまりました、まあ、最悪ねここでじゃあ東京港口経由でお送りしますって言えば、ここで辻褄が合わないからどういうことってなるとは思うんですけども、もう全くそういった説明もせずに、あ、柴原から六本木ってやれたらもうこの東京港口しかないっていう風になってしまうと、これがやっぱねトラブルの原因になってしまいます。なのでお客様から教えていただいた道はそれが完璧ではなくて、帰ってきてから先輩のドライバーに、まあ、確認するっていうね復習、これももちろん大事ですし、あとはやっぱり現場でお客様に説明をする際もですね、まあ、お任せでってやるときに黙って進行するのではなくて、まあ、今回の例で言うと東京港口を経由してお送りしますっていうルートの確認、ここはね絶対しておいた方がいいと思います。新人のねドライバーさんにとってはですね、特に東京を走ったことがないと、車の運転慣れてないという方ですと、何から覚えていいかっていうね取っかかりもつかめないと思います。ですので覚えられる範囲ってね限られてて、少しずつしか覚えていくことがやっぱね人間できないと思うので、お客様から教えていただいた道、まあ、からまあ覚えていただければと思うんですけども、その覚えるにもそれをそのまま鵜呑みにするのではなくて、その道がね一般的なルートなのかどうか、あるいはねそのお客様がたまたま通る特殊なルートではないかどうか、こういった部分もねやっぱ確認が必要なんですよね。でその確認はやはりベテランドライバーが知っているので、なので今回はですねその道の覚え方の落とし穴として、お客様の教えていただいた道を鵜呑みにするんではなくて、必ずそれは帰ってから先輩ドライバーに確認するっていう部分とか、あとはですね、まあ、これはね前もお伝えしたとは思うんですけども、お客様からお任せって言われた時も必ずルートの確認をするっていうのをね実践をしていただければというところで、今回ね動画をお伝えをいたしました。今回ですねこの道の覚え方の落とし穴という部分で、まあ、どっちかというとね道の覚え方のコツって言ったらいいんでしょうか、そのようなねニュアンスでお伝えをしてまいりました。もしこのね動画をご覧になっていただいている方の中で、自分はですねこんな風に道を覚えましたと、ただ闇雲漠然に本当にこうひたすら走りまくって地図を見てというのではなくて、何かご自身の中で特別な覚え方、こういう風にやると効率をよく覚えるよというね、なんかやり方をもしお持ちの方がおられたら、参考までにコメント欄にコメントをしていただければと思います。というわけでここまでご視聴いただきましてありがとうございました。